習近平の第五三、中国からの資金流出リスクがここへ来て急上昇している恐ろしい理由。バブル崩壊、深刻な影響。中国の不動産バブル崩壊の負の影響は一段と深刻だ。1月から6月期、大手不動産デベロッパーカントリーガーデンの利益は前年同期比 96% 減少した。不動産関連セクターは中国の GDP の約3割を占める。不動産市況の悪化によって経済成長率は低下し、貧富の格差は拡大している。また、政府の IT 企業締め付けの影響もあり、若年層を中心に失業率も上昇し、国民の不満が蓄積されている。中国人民銀行、中央銀行は景気下支えのために金融を緩和し始めている。その一方で、米国やユーロ圏ではインフレ退治のために急速な利上げが進む。中国と米国などの金利差拡大などを背景に、人民元の下落圧力はさらに高まるだろう。それによって中国の債務問題に対する懸念は上昇し、連鎖反応的に資金流出が増加する展開が懸念される。その結果、中国経済の成長率低下は追加的に鮮明となり、貧富の格差はさらに拡大するだろう。雇用、所得環境の悪化も避けられない。都市戸籍と農村戸籍の違いによる経済格差も拡大し、人々の不満は追加的に高まるだろう。10月16日から開催される共産党大会を経て、長期の支配体制の強化を目指す習近平国家主席にとって、不動産バブル崩壊は思わぬ阻害要因になりかねない。底打ちの兆しが見えない中国の不動産市況。足元で中国の不動産市況の悪化は鮮明だ。年初来から7月までの間、不動産投資は前年同期比で 6.4% 減少した。1月から6月の同 5.4% 減から投資減少のペースは加速した。また、1月から7月期、中国房産新速集団クリックの調査によると、不動産開発上位100社の契約販売額は同 49% 減少したようだ。2022年8月に不動産融資規制である3つのレッドラインが実施された。それ以降、負債圧縮のためにカントリーガーデンや中国恒大集団エバーグランデなどの民間不動産デベロッパーは資産の切り売りに追い込まれた。その結果として中国の不動産市況では売るから下がる、下がるから売るという負の連鎖が深刻化した。デベロッパーの経営体力は急低下し、ランウェイローと呼ばれる未完成物件が急増した。住宅購入を見送る人のみならず、購入物件の完成めどが立たず、住宅ローンの返済を拒否する人も増えている。本来であれば、共産党政権は大手デベロッパーや金融機関に公的資金を注入し、不良債権処理を進めるべきなのだろう。しかし、バッドバンク最大手の中国家有資産管理は、ずさんなリスク管理や債務問題の深刻化で、経営体力が急速に低下している。同社の最終損益は赤字に陥っている。そのため、共産党政権の指示にもかかわらず、民間金融機関が不動産向けなどの融資を増やすことは難しい。その状況下、共産党政権は金融緩和を強化するなどして景気の悪化を食い止めることに必死だ。不動産関連の規制も徐々に緩和されている。それにもかかわらず不動産市況の悪化は止まらない。経済全体でリスクを取ろうとする心理は追加的に弱まり、
金融を緩和しても資金需要が上向かない状況、流動性の罠が鮮明化している。さらに蓄積されつつある国民の不満、短期間で中国の不動産市況が底打ちに向かう展開を予想することは難しい。共産党政権が債務問題の深刻化に直面する企業や金融機関に公的資金を注入し、不良債権処理を余儀なくされるまで、不動産バブル崩壊の負の影響は増大する可能性が高い。貧富の格差は拡大し、若年層などの失業率はさらに上昇して、国民の不満が追加的に高まるだろう。経済格差を示す指標の一つに基尼係数がある。係数がゼロに近いほど所得格差は小さく、1に近づくほど所得格差は拡大していると考えられる。中国国家統計局によれば、過去20年程度の間、ジニ係数は 0.4 を上回って推移した。2020年は 0.47 だ。ジニ係数の 0.4 は社会騒乱が起きる警戒水準と考えられる。また、7月16歳から24歳までの都市部の調査失業率は 19.9% と調査開始来で最悪だ。不動産バブル崩壊に加えてゼロコロナ政策によって個人消費は停滞している。規制強化に対応するためにテンセントなどの IT 先端企業はリストラを強化せざるを得ない。有力な就職先となってきた IT 先端企業に対する当局の締め付け強化によって新卒者の就職難は増すだろう。中国の雇用・所得環境はさらに悪化し、貧富の格差も一段と拡大する可能性が高まっている。共産党政権の経済運営はさらに難しい状況を迎えるだろう。理論的に考えると、中国はバブル崩壊の後始末としての不良債権処理を進めなければならない。それに加えて、規制緩和など構造改革を進めて、IT など成長期待の高い先端分野に人、物、金の再配分を促進することも必要だ。しかし、それに伴う失業増などの一時的な痛みを恐れるあまり、共産党政権は投資に依存した経済運営からの脱却が難しいと考えられる。その結果として、想定される以上に中国経済は停滞し、国民の不満が膨張する恐れが高まっている。